やばい、みんなにナイトライダーやる資格ないとか言われそう。言わないで。私はナイト2000に内蔵されているコンピュータの声です。KITT と呼んでください。キットでも結構。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、探索です。今回は週刊ナイトライダーデアゴスティーニさんのナイトライダーのナイト2000キット2号を組み立てていきます。こちらは探索団のバラプラップさんが送ってくれました。ありがとうございます。これと他にもお菓子とかガンプラなども一緒に送ってくれました。バラプラップさん、ありがとうございます。ではこの動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。そしてナイトライダーの組み立て動画は再生リストを作っておりますので、他の相関号とかこちらは再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。それではナイトライダーの2号作っていきます。頑張っていきます。じゃあ早速開けてみましょう。今回はフロントバンパーを組み立てるみたいです。あとはすごいパーツ数は結構多くってちょん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 っていうのがいっぱい入ってますね。箱も大きい。今回はね、この部分、このフロントバンパー部分を組み立てます。じゃん。この箱に応募券がありますので集めたいと思います。じゃあ早速開けていきたいと思います。いいよっと。本製品はプラスチックの部品を使用したダイキャストモデルです。ということで、最近ねナイトライダーのうんちくをずっと語っていますけど、面白いと言ってくれる方もいっぱいいて嬉しいです。あ、またぐちゃぐちゃにしちゃった。ほんで、よいしょ。あ、開けやすい。パカ。で、前回作ったのが1号がこの手元にありまして、こちらですね。これもちょっと隣に置いとこうか。はい。じゃあちょっと一個ずつ作っていきます。まずね、ネジいっぱいあります。 AMAPGM、 はい。まずは AP ネジ、なんか結構確か硬いんだよね。 AP ちょっと2個ぐらい出して、 2G?2G っていうのはパーツか、黒いこれか、この 2G というパーツで、これが 2A というパーツですね。うわー、ツルッツル、ツヤツヤです。ピカピカ。これにこのちっちゃい黒いやつを止めます。タオル敷こうか。はい、じゃあタオルを敷きました。なんかね、前回もこれ作った時にタオル敷いてたんだけど、タオルがなんか毛が長い方がいいとか短い方がいいとか、タオルにもこだわりがあるんだと思ってすごいびっくりしました。これはね、
前ね、今治タオルで愛媛に行った時に今治の工場に行って買った今治タオル、タオルいっぱい買っちゃった。タオルが好きなんだ。じゃあそんなことはどうでもよくて組み立てていこうと思います。それで、さっき出したやつで、これこの青いポッチをつけていきます。青いポッチはここの部分ですね、この青いとこ、これをここに置いて、奥まっちょけんね、青いポッチがここで、ここ奥まったとこだけど、おっとっとっと、ここに置いて左手で置こうか。待って、セットしちょいて AP ネジ AM ネジか AM ネジを使います。難しいね。ここに置いちょいて、あ、難しい。こうして、で、これで AM ネジで止めます。ギュッ、はい、こうですね。そしたら次はライト、このライトの3つのところを作ります。これをこの透明なやつをこうやってセットして、これを3つ作ります。そしたらこの3つのセットを AP ネジでくっつけます。これが、これをひっくり返して幅広が上、こうですね、こう、こう、これで右上とここに1個と、あー締めすぎちゃった、あー緩めすぎちゃった、おっとっと、あ、難しい。とだけ、あ、出てくる。ちょっとだけ締めて、右上と左下。はい、これで1個完成。これ3つ作ります。合わせて、軽く止めて、はい、順調です。じゃあこれも、ラスト、ギュッギュッ、 OK。 はい、じゃあ今んとこ AP ネジは2個余り、今日はネジがいっぱいあります。はい。じゃあ次に早速こちらにこのライトをくっつけ、このライトをくっつけていこうと思います。ワンツーワンツーワンツー、この斜めってるところにこの余った穴を合わせます。で、 AM ネジ、 AM ネジだね。全部出す。で、ちょっと1個ずつやってみます。奥まっちょけん見えるかな。
あら、見えないみんなに見えるかなって聞いたけど私が見えんだった。先に刺しとく？2つ先に2つ刺して乗せる？無理？よっ、あら出てきちゃった。おっとっとっと、ぎゅぎゅ、ちょっと今の作戦良かったかな。入れといてもう一個入れといて、のせます。あ、はいはい、落ちました。難しい。あ、ぎゅぎゅ、ラストです。ここの干渉具合はどうなんだろう。一応今こんな感じ。ちょっと待って、合ってた？待って、あ、違う、間違えた、見てなかった、ちょっと間違えた、こっちが狭くてこっちが広いだった、やばい、間違えました。上が狭い、間違えた。こうでした。あ、ちょっとこう、結構ギュッて締めちゃった。なんかね、この辺が狭そうだなって思って、やばい。あ、ホールインワンでした。こう、え、あ、違うか、違う、こっちがライトだから、こうで合ってる？あ、違う違う、狭い方がこっち、こうでした、間違えた、失礼しました。ここと、ここ、あ、入ってない、ん？ん？斜め、いいのかな？ん？違う、間違えた、さらに間違えました。やだ。こっちじゃなくて、こうでいいんだけど、こっちだ。え？じゃあこっちも違うんだ。わあ。今日は左側やってるから。間違えた。こっちじゃなかった。ネジ違うけど、間違えんようにしよう。すいません。いろいろと逆でした。途中で気づいてよかった。ネジが混在しないようにしよう。これだよ。これだよ。これだよ。やばい。みんなに。ナイトライダーやる資格ないとか言われそう。言わないで。ああ、できない。よいしょ。ここでこうね。あ、ここ
だ絶対。めちゃスッキリ収まった。こうです。そしてこの6箇所につけます。狭い方が、ちっちゃい方が上で、こう、あ、ここだ。あ、めっちゃ簡単に入る。もうあれだね、違和感あったら逆だと思った方がいいね。めっちゃすんなり入る。で、こうね。だけん置きにくかったんか。合ってたらネジも置きやすいです。よいしょ。今こんな感じね。いいね。で、もう一個ネジ。あ、めっちゃすっきりはまった。よいしょ。だけん、鋭角なやつが下で、こっちが上だね。はい、じゃあ次に無事このライトこんな感じでつきましたので、次いきますね。次かっこいい部分やります。じゃん。あ、どっちが上だか分かんなくなるね。こっちが上で、上んところにここに入れます。ピッと入れ、あ、ピッと入れて、これを、あ、あららら、ピッと入れる。ここにちっちゃい穴があるから、この穴をこうかな。で、GM ネジ、GM ネジで止めます。あ、落ちた。全部落ちた。裏ってことはないよね。ない。乗せるの難しいな。え、何これ、なんかくっついてる。え、あ、よし。はい、最後までぎゅっと回して、ちょっとガタガタするな。ダメ？ダメだよね。まだいける？ん？どうしたらいい？ガタついてます。合ってる？合っちゃうね。もうちょっと？ん、もう刺さらんぞ。いいのかな。うわ、もう舐める。これ以上いかない。へえ、逆？いや、合ってる。ネジが違う？いや、合ってる。へえ、なんでこんなにグラグラする？一回外して、いや、もういかんぞ。いいかな。いいかも。後で固定するかもしれん。はい、ということで、このスキャナのレンズ、スキャナレンズとスキャナハウジング、なんかこんなんだけど、これを取り付けました。はい、じゃあナイトライダーの2号はこのフロントバンパーをここまで作って完成です。この左側の3つのライトと
うわー光ってる、かっこいい。こちらのレンズをナイトライダーの特徴的な部分を作りました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。タンサックでは週に2回模型作りの生配信をやっています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をしてタンサック団に入団しませんか。タンサック団はあなたの入団を待っちょよ。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネルの登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。